こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、こちらのグランドサマナーズ公式生放送がね、今日ありまして、私ちょっと生で見れなかったんですけど、アーカイブをね、ちょっとね、早送り気味で見たので、なんか情報漏れてたら申し訳ないんですけども、こちらをですね、雑談していきたいと思います。はい。じゃ、まずね、もう一つ目からね、結構びっくりな情報だったと思うんですけども、このお知らせにもあったんですけど、あのキャラが予想い新たに登場ということで、これはね、また主要ユニットたち誰かの、こう、それこそ、剣士ベリックとか、闇シーリアとかさ、あとは闇フェンとかね、まあそういうもろもろ系かなって思ってきたキャラがこちら、ロイ。これさ、激鉄の嵐ロイっていうのかな。めっちゃかっこよくない？この絵。そして赤スーツ。やっぱさ、こう反対属性に行く傾向があるよね。まあフェンの場合木から闇だったけど、いや、めっちゃかっこいい。足長いし、うん、いや、かっこいいよね。で、覚醒後かな、こちら、駆け抜ける炎ロイ。ちょっと名前ダサいかな。いや、すごい失礼なんだけど、なんかさっきのさ、激鉄の嵐の方がかっこよくない？なんか。そしてね、個人的にはね、やっぱりね、闇フェンの時もそうだったんだけど、覚醒前の絵の方が好き。個人的にはね。覚醒後なんかさ、手と髪の毛が、なんかネタにしか見えなくない？なんかこの感じ。ね。だから、ちょっと笑える感じが、クスクスっていう。いや、かっこいいんだけどね。かっこいいんだけど、なんか覚醒前の感じの方がかっこいいかな、ちょっと。髪の毛の感じ。髪の毛がちょっとね。なんかこう、髪の毛で攻撃してるのか、何で攻撃してるのか、ちょっとよくわかんなくなっちゃったみたいな。ディスってるわけじゃないんだよ。ちょっと面白いなと思って。はい。っていうね。まあ、私の中では結構ビッグな。やっぱこの装い新たに系はね、いいよね。楽しみだし。で、こちらのガチャが、これ。超英雄祭。ナンバー2がね、パワーアップっていうのがね、さりげなく書いてあるんですよね。ちょっと期待したいかな。この間覚醒させたしね、私。で、あ、わかった私、この駆け抜ける炎ロイが何に似てるのか。逆転裁判っぽくない？わかる？このイメージ。この手の感じとか、ちょっと髪がネタっぽい感じがなんか逆転裁判っぽい気がする。っていうことでね、ちょっとこう、これがもうね、10月31日のね、メンテ後から来ちゃうのでね、マジでね、私にキルラキルのね、装備を引かせてくれないね、全然。でも今回この英雄祭も31から12でちょっと長いから、ちょっとね、そうもしてるうちにさ、キルラキルもさ、1ヶ月とか言いながらもあっという間に終わっちゃうからさ、このガチャがね、最近すごい目まぐるしいので、ちょっともしかしたらね、後回しにしちゃうか、もしれない。だってなんか新しいガチャ引いてる、なんだ、毎回引いてたらさ、もうキルラキルに貯めれないし、このロイはスルーしたくないし、まあ、深追いはね、性能うんぬんは、まだ出てないけど、深追いはね、とりあえずする気はないかなっていう。私はね、個人的には、闇フェンとか闇シーリアみたいに追うことはないかなっていうふうには、まあ、推しキャラじゃないっていうのもね、あるんだけど、推しキャラじゃないってことないけど、かっこいいけどね。追うことはないかなって思うので、ちょっとね、どうかな。もしかしたら、このロイのガチャ動画は遅くなるかもしれない。キルラキルを優先するかもしれない。ちょっと考えます。はい。で、ちょっとそれちゃったんだけど、次が、こちら。このね、炎のロイさんが、実装になって、これ何て読むんだろうね。
生放送で何て呼んでたか忘れちゃった。ボンデットバイバレット、多分違うね。大型イベントとしてですね、前編が開催ということで、これさ、あのフェンの闇フェンの時に、前編が闇フェンで後編でさ、なんだっけあの人、あのフェンの相方、なんか実は偉い人、なんだっけあのおじさん、ケインか、ケインのね、闇ケインも実装されたので、ワンチャンこれ後編で誰かっていうのもあり得る。でもさ、これを読む限りさ、大型イベントのとこにね、機密情報を取り戻すべく脱走兵を追うロイとジェイ、2人を結ぶのは赤いスーツってことなので、ジェイってキャラ今いないよね。ってことはね、 J っていうキャラがまあ後編で実装されるのかなって、まあ多分このイベントやればわかるんだと思うんだけどって勝手に思っております。まあ、ワンチャンね、こう J がワンちゃんって可能性もあるからね、うん、赤いスーツの犬みたいなはい、で次11月の主なイベントということでですね、11月上旬頃、グラサマ小説大賞イベント開催。11月中旬頃、これ何気さ、なんかこの、スライド1枚に混ぜてきたけど、かなりビッグイベントじゃない？このマールゼクス覚醒って。で、このなんか4行の中にさりげなく入れてくる内容じゃないよね。結構びっくりしちゃったんだけど、やっぱ一時ね、昔からやってる方わかると思うんですけど、やっぱ結構一世を風靡したマールゼクスさんですよ。あのマールゼクスさんがですね、ついに覚醒するということで、これはね、期待したいところですね。はい。私もね、なんかもう一時やっぱワンチャンマールゼクス連れていけばいいかな、みたいなとこがあったので、まあ、エンジョイ勢だけどね。エンジョイ勢が語って、てるけど、そういうとこがあったので、ちょっとこの覚醒はすごく個人的には楽しみだし、楽しみな方多いんじゃないかなって。結構ね、マールゼクス覚醒早く来てほしいなって言ってる方もね、多かったので、これ嬉しい人多いんじゃないかなと思います。はい。で、次が11月下旬、魔法石鉱山。この鉱山もね、すごい楽しみにしてる方、私全然やってないんですけど、多いので、この鉱山、定期的な鉱山ね。で、11月下旬3周年カウントダウンイベントということで、早いね、もう3周年だよ、グラ様、すごいな。なんかしんみりしちゃうね。やっぱこう、何回も私言ってるんですけど、グラ様はこうリリース当初から本当にやってる、まあ、なんかね、毎日ログインしてなかったって事実がね、なんかの時に1000日の時かな、判明したんですよね。何日かログインを逃してたっていう衝撃な、もうすごい悲しかったんだけど、まあ、ちょっとそこはね、多めに見ていただいて、まあ、本当の最初のリリース当初からやってるっていう意味では、ここまで続いてるゲームは初めてなので、感慨深いなと思います。そして、最後にロードマップですね、こちら。11月下旬から見ていきましょう。ログインキャンペーンでクリスタル50個。3周年記念イベント予告編ストーリー公開。なんか懐かしいね。去年の今頃だよね。2周年イベントって言ってナイツ・オブ・ブラッドをね、確か2周年イベントで始まったので。やっぱ約こう1年引きずって、まあ、引きずってて言い方悪いね。こう約1年、2周年っていう。なんだ、2年目をこう楽しませてくれたナイツ・オブ・ブラッドだったかなっていう風にすごく思ってるので、本当ね、3周年はそれを超える何かが、または同等のね、何か面白いイベントが来たらすごく盛り上がるんじゃないかなと、エンジョイ勢の私は思っております。はい。で、魔法石鉱山開催、新ボス追加と。で、12月上旬がですね、3周年記念ログインキャンペーン第1弾、毎日最大100連大召喚ルーレット。今年もやってくるんだね。これ結構楽しいからね、地味に。で、3周年記念イベント、ストーリー第1章公開。なるほど、11月下旬は予告編だけど、
12月上旬。これさ、結構気合入ってそうだね、運営さんもね。ナイツ・オブ・ブラッドをね、超えなきゃっていう思いはきっとあると思うので。でね、ストーリーユニットもらえるっていうふうに書いてるので、まさかの配布があるっぽいですね。それで超英雄祭ステップアップ3周年ストーリーユニット登場ということで、これはどんなキャラなのか、どんなイベントなのか楽しみですね。で、3周年記念デイリークエスト、きっと豪華な感じなのかな。で、マルチの初顔合わせリセット、あー、これまた来るんだ。で、140個で、12月中旬ですね、ログインキャンペーン第2弾ということで、クリスタル100個。はい、今年も来ました。好評だった。去年ね、3周年記念、1日1回、超引き直し召喚。超なんてひっついてたっけ？ 超あんま記憶にないけどね。いや、これありがたいね。楽しみ。好きなユニットを当てよう。引くたびにクリスタルゲット？毎回？毎日くれるってこと？それとも引き直したよって時に？いや、でも引くたびにってことは毎回だよね。やばいね。で、次が3周年記念イベントストーリー第2章公開。ここでもね、ストーリーユニットがもらえると書いてあります。で、今度は超英雄祭きらめきで、3周年ストーリーユニット登場。なるほど、ステップアップだったりきらめきだったりするんですね、今回は。前違ったよね、多分ね。そうだよね。まあまあまあ。で、12月下旬、3周年券ログインキャンペーン第3弾、好きなユニット1体プレゼント、ありがとうございます。悩みますね、これはね。クリスマス復刻イベント、毎年恒例年越しレイド、そして2020年、いやー、20年。でね、この2020年の下にね、地味にいる、この5色の、なんだっけこれ、デブメタみたいな。名前わかんない。なんだかチキン。メタルチキンか。これ何気ありがたいやつ。3周年でもらえるクリスタルは300個以上ということでね。いやー、楽しみだね。ただ今でさえね、石不足だからね。まあ、今はほんといろいろやってかき集めようかなとは思ってるんですけども。いや、楽しみだね。なんかやっぱ年末年始っていうのは、なんかこう寂しくもあるような、こうね、新たな気持ちになったりとかいろいろですけど、やっぱゲームはね、こういう年末年始の盛り上がりがすごく面白いですよね。はい、ということでね、ざっと、生放送の雑談をしてみました。皆さんいかがだったでしょうかね。まあ早速ね、直近では、12月31日メンテ後に、いろいろ来るんですけど、いろいろってか、まあ、ロイか。来るんですけども。もうね、10月も終わりになるし、11月、12月と、このロードマップを見る限りでもね、すごく面白いイベントというか、まあ、毎年恒例な部分もあるけど、でも、それがまた楽しみだったり、年末になったらあれ来るかな、みたいなのがあるので、まあ、すごくいいのかなと。変な話、やっぱ、ポン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 、極端な話、毎月のように来ちゃったら、それはそれで面白くないのでね、こうやって年末待ってましたっていう感じでね、楽しめるのもいいと思うし、もしこう今ちょっとグラ様から離れてる人がいたら、これを機にちょっとまた戻って引き直しでいいの当ててまた頑張るかっていうのもね、全然ありだと思うし、新規さんも年末から始めるのもいいと思うし、やっぱすごくね、衣装もらえるしね。まあコラボのね、情報は今んとこはなかったと思う。生放送ちょっと早送りしてたから、もしね、口頭で言ってたら聞き逃してるかもしれないけど、まあまあまあ、ただこの3周年イベントがあるからね、まあコラボはちょっと考えにくい気もするけど、まあね、ただ石もね、いっぱいもらえるから、いっぱいガチャも引けるし、グラ様ほんと石いっぱいくれるのでね。で、この3周年記念イベントだよね。あと問題っていうか、こう、どんな感じで来るのかっていうのが。
で結構こう初めての試みじゃないかな、このストーリーユニットをもらえるっていうこのパターンがね、うん、まあ、どんな感じになるのかなっていう、はい、すごく期待が高まりますね、はい。ということで、皆さんのね、ぜひあの生放送の感想とか、これが楽しみとか、こういうのあったらいいなとか、なんかちょっとコメントしていただけたら嬉しいです。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。